はい、時刻は21時1分6秒7秒8秒ということで、久々の定時出発となりました。鉄道談話クラブタッチでございます。今日はですね、8月16日金曜日、もう時期が時期、お盆でございます。そしてここ京都では五山の送り火真っ最中でございます。今8時頃から点火して多分10時ぐらいまで続くんだと思うんですが、なんと今日この京都の街にですね、今日のこの特集の中でも大活躍してくださる坂教授が今京都にいらっしゃるという。で、なんか先ほどは青鬼さんとお二人で天下一品のこってりを大盛り堪能なさったそうでございます。だから多分今頃青鬼さんとお二人で出町柳、なんかあの辺がなんか五山の送り火一番全部見やすいポイントだそうで、多分今ご覧になってると思いますが、はい、トマトさん、スタジオの背景がまた変わってる。若干変わっております。一応、実家に置いてありました、お父さん、それから、おんちゃん、地デジカを持って引き上げてまいりました。で、あと、もう一つ、白熊くんがいるんですけども、あれはちょっと、次回、持って帰ろうかなと思っております。あ、ということは、あ、イグロさん、そういうことですね。まだ終わってないということですね、金曜ハミングが。まあ、そこはだいたい下手すれば10時ぐらいまで続く、生放送4時から3時間やって、で、なおかつユーストを3時間という、うち以上の長丁場を平気でやる方々でございますので。ということなので、今日は、最初、1時間ぐらいは、本題に入らずに、写真を見ながら、この東京の旅、もうちょっとで1ヶ月前ぐらいになっちゃうんですね。の、京都から東京へ行く1日目の様子を振り返る、そんな企画で、ちょっとこの場が温まるのを待とうかなと思っております。トマトさん、ありがとう。改めましてありがとうございます。着席。大道のコーヒーあんまり好きじゃないんだよね。でもラッピングしてから儲かってるのか。それは何とも言えません。まあ、あと、近江鉄道には、コカ・コーララッピングの車両もありますので、まあ、それなりにっていうところじゃないかなと思います。で、まあ、その後私が今日はお盆の東京みたいな空気輸送になるのかなってちょっと危惧をしております。まあ、皆様普段とは違う環境にいらっしゃる方が多分ね、例えば実家にお帰りであるとかね、そんな、あるいは旅行先にいらっしゃるという感じで、いつもとは違う環境にいらっしゃる方が多いのかもしれません。まあ、それはそれで今日はまったりとお送りしたいと思っております。黒帯さん、こんばんは。ありがとうございます。音声、画像ともに OK。了解でございます。こってり大盛り久しく行ってない。そうですよ。天一の総本家といいますか、総本店ですね。聖地でございます。あそこにお二人揃っていらしたそうでございます。浜尾てなさん、ありがとうございます。こんばんはです。トマトさん、金ハミ行ってないしっていう、静岡のピン芸人さんのキャスにハマってると。まあユーストはなんか伸び悩み気味どころか配信者数が減ってるというあんまりいいお話は聞かないんですけど、まあキャスとか、あとニコ生とか YouTube ライブとかそういったのもろもろ含めた配信そのものはそれなりに盛り上がってるのかなという気がいたします。洋介バリスタさん、こんばんみーちゃん、蒲田要塞行きたかったなと。あ、
ですよね。誠に残念でございます。ねえ、じゃあ今日はその代わりといってはなんですが、私が、坂教授と常磐先生のご指導のもと行ってまいりました蒲田要塞およびあと京急ですね、その辺の魅力の片鱗を楽しんでいただけたらと思いますが、さっき申し上げた通り、まだ、現在ご覧の方は6名でございますので、ある程度人数集まったところで今日の本ネタ行きたいと思いますが、それまでは、7月25日も、あれは木曜日でしたっけね、京都から東京に向かった日、2泊3日の1日目の予想写真を見ながらお話をしていきたいと思っております。とイグロさんとトマトさんは自宅でと、私も自宅でございますはい、特に五山の送り火があるからといって配信を休む、人ではございません。というかせっかく五山の送り火とか、あと先月で言いますと祇園祭りのね、宵山山鉾巡行があったのにもかかわらず外キャスをやらないという本当にもうこの夏はもういわゆるデブ症な私でございます。もうどっちかというともう昼間から省エネ兼ねてカーテン半ば閉め切って引きこもってる人間でございますので、とはいうものの、最近ですね、先月京東京行った時にも私の友人&クライアントから言われたんですが、早くお仕事のホームページを作れと。でそしておとついちょっととある方とお話しする機会がありまして、やっぱりホームページ早く作った方がいいよというふうに言われましたので、久しぶりに、何年ぶりぐらいでしょうね、技術本買ってまいりました。ワードプレスの教科書ということで、ブログとかあと企業のホームページ作るのに結構これ今流行りだそうでございまして、昔だったらムーバブルタイプとかそういったのが、あとズープスかな、そういったのが流行りだったんですが、今はこれが結構主流のようであります。これを買ってまいりまして、というよりアマゾンでポチりまして今日届いたんですけど、でとりあえずインストールはして、見よう、マニュアルなしで設定できるとこはしてしまって、明日以降本格的に作っていこうかなと思っておりますが、なんとか8月中にはお仕事用のホームページ、 Facebook ページとは別にお仕事ページを完成させたいなとは思っております。黒帯さん、阿波踊り iPod タッチでユースト2日もやったのでスタミナ切れお疲れ様でございました。来週は通常配信お休み予定と。犬バンク、いや、そうです。犬バンク出版です。はい。前置きの間にご飯買いに行ってこようかしら。お任せいたします。やはり、ご飯、大事ですから。はい。ぜひとも、この時間を有効にお使いいただければと思います。それではですね、じゃあ、早速、写真見ながら、いろいろとお話を、多分していこうかなと思います。はい、まずこちら。7月25日でございました。もう1ヶ月近く前の話であります。今回私が利用した交通手段、往復ともバス、鉄道談話クラブにあるまじき、チョイスでございますが、これもまた費用面とですね、あと時間の使い方、ちょっと新しい使い方を試してみようかなということで、こちらを選択いたしました。ケンスケさん、こんばんはです。ありがとうございます。こんばんはでございます。京都駅烏丸口
10時30分発プレミアム昼特急8号高速バスですね。はい、新幹線使わなかったんですよ。しかも JR 東海バスでもないという、あとで分かりますけれども。そして、座席の番号のところを見ていただきますと、1号車21で大人7250円、そして普通 P 席と書いてあります。この P 席って何なのってのはこの後写真で出てまいります。まあバスのこの便名がプレミアム昼特急というところで、まあ、あ、なるほど、こういうバスかというのはもう見ていただければわかると思います。たぬきぼやさん、ありがとうございます。こんばんはです。昔ワードプレスのタグ辞典買ったには慣れるまではよう使ったとなるほど、じゃあ先輩としてもしかしたらなんかお聞きすることあるかもしれませんね。よいしょ。はい、発見店がそうですよ、セブンイレブンですよ。結構ローソンとかセブンイレブンでこういったバスの発見、予約の方はウェブサイトでやって、決済とそれから発券をコンビニというパターンが最近は多いですね。浜尾テナさん、意外と安いな。そうなんです、安いんです。でしかもこれ早割が効いております。確か何日前かそれまでは結構、あ、でも何百円かかな、早割が効きます。これ早割り聞いたお値段が片道7250円という。じゃあこの7250円でどんなバスに乗れてどんな座席に座れるかっていうあたりを、はい、おいおい見ていきたいと思います。やってきたバスが、はい、この2階建てプレミアムドリームと前に書いてあります。2階建てバスでございますね。トマトさん、あ、某だから某タンスの主さんも高速バスをって、いや、それどうでしょうね。多分お値段も青春エコドリームだったらもっと安いです。4人掛け2プラス2 2人2人のシートになる代わりにもっとお安く乗れます。うまくすれば、京都関西間4000円ぐらいで行くことができます。ただ私はそこまでやる根性はありませんでしたので、やっぱ座るときは一人で座りたい、まあ、連れがいれば話は別ですけれども、一人で行く以上は一人で座りたいので、こういうチョイスになりました。黒帯さん、さすがに徳島から高速バス使ってプレミアム昼特急乗り継ぎで東京は死にますまあねえねえまあ本当に死んじゃうかどうかはこの後の写真を見て判断していただきたいと思いますが、陽介さん、これは良い博多号、いえいえ違いますよ、博多号ではありません。青春エコドリームはツアーバス対抗なので夜行バスのプロでないとやられます。その通り、その通り。私もあまりおすすめはいたしません。よっぽどリア充爆発してる方で、カポーとか親子とか、まあ、そういった形であればありかなという気もしますが、どうでしょうね。多分寝るに寝れない気がしますね。で、イグロさん、東海道より中央道の方が景色がいいので好きと。あ、なるほど。そう、補助席補助席はかなりないでしょう、エコドリームね。えということで、西日本 JR バス青い鉄道会社さん系列のバスで、今回は上京いたしました。リア充爆発しろの名言者は三上さんでしたっけ。まあ多分そのような気がします。で、西日本 JR バスの車両、横にでっかく書かれているプレミアムドリームという、
この文字が何とも、まあ、たまらないと。何がたまらないのかよくわかりませんが。USJ の近くの営業所のバスを、なるほど。さて、これですね。プレミアム昼特急号東京駅。はい。これは何度かね、うまく撮れましたね。綺麗に撮れました。この LED は。さあ、中に入ります。こんな感じです。シート。これで7250円。いかがでしょうか。女の子が映ってますねって。浜尾てなさん、一度だけ内装を見たけど、これは乗りたくなりましたということで、じゃあじっくりとご覧いただきたいと思います。この手のプレミアム、キャー安いお約束。お高いんでしょうと来なかったんですね。まあ値段言っちゃってますから。はい。これで7250円。ただし東京まで8時間ぐらい。時間は長いです。高速時間は長いです。いかがでございましょうか。でちゃんと毛布まで、膝掛け毛布まであるという。で、枕の部分もちゃんと上下いたします。で、シートの前にはもうすでに私荷物を置いておりますので、まあ、本当でしたらレッグレストも伸ばすことができるんですけれども、まあそれは今回は使わずに、もう着替えとか積んだ、あと、Mac とかパソコンとかそういうのを詰め込んだ、そのミノルダのバッグあるんですけど、それをまず下に置いてという形で座っておりました。洋介さん、博多号はこんな大座席で片道16,000円。ああ、これで上京しようとされたんですね。レグレストは寝る時だけですね、使うのは。まあそうですね、うん。浜尾てなさんから、確か2500円だったような、やられるどころの騒ぎではないと。はい、鉄道談話クラブと言いながらも、鉄道と関係ない話をしながら、まあ、20人ぐらい集まったら本ネタ行きましょうかね。はい、この座席に座って、10時半出発の、まあ、この後、まあ、先に結論を言うと、東京着いたのが18時20分ぐらいだったかな。8時間弱、ここで、まあ、過ごしたということになります。はい、そして、反対側ですね。運転席の背後の席でございまして、こんな感じで足が伸ばせるんですね。だから荷物置いて、でも全然問題はなく、レグレスト使わなくても問題なく、まあ、靴脱いで、足伸ばして座れるという。そうですね、バス談話クラブ。キンバスさんのお株を奪う配信になっちゃっておりますが。なるほど。補助席が2500円。多分乗って30分で即死ですねって。いや、だったら私別の便を選ぶと思います。だからこうやって、座席と足置きの間にもう荷物置いちゃって全然大丈夫という。こんな感じの座席であります。某バス芸人にぜひとも乗ってほしかった。もう乗らないでしょう。もう大スターですからね、あの方。はい、電源工事機できるか、それはその後、お話をいたします。さあ、で、実際に座ってみて、靴脱いで足を伸ばすとこんな感じ。裸足のように見えますが、
肌色の、ソックスを履いてますので、靴下履いてますので、若干裸足、あるいはパンスト履いてるように見えるんですが、はい。チンピンドウさんありがとうございます。こんばんはです。快適ですよね、プレードリー。はい。今、その話をしながら、ぼちぼち人が集まってくるのを待っております。いわゆる前説でございます。で、こうやって長々前説やってる理由もう一つありまして、今日ご紹介する、蒲田要塞の動画が、25分ぐらいで意外と短くまとまっちゃったんですよ。なので、いきなりその動画流してしまうと多分、2、3回流さないと、多分間が持たないんじゃないかなという気がしましたので、まず先にこちらのお話をしております。あ、そうでしょう。やっぱ、トマトさん。ストッキング履いてるように見えました。大丈夫か？いや、大丈夫です。このユーストの画面だからそう見えるんですけど、ちゃんと肌色のユニクロの靴下を履いております。で、まあ、靴は脇に置いといてですね、こうやって、もう完全に足を伸ばして、もう寝ようが何しようが自由という。これで、繰り返しますが、早割りで7250円。お得かどうかは皆様の判断にお任せいたしますが、私は、まあ、この後おいおいお話ししてきますが、これはあり、結構ハマる移動手段だなと思いました。でですね、なんと各席ごとにテレビがついております。で、これがリモコンと、それから実際のテレビなんですけども、特に私、昼間のテレビで見たいのって特に何もないんで、結局テレビとしては使わずじまいでございました。ちっちゃいでしょ、テレビ。まあ、6インチ。しか7インチとかそんなもんだと思います。はい、失礼しました。あ、そうです。あ、そうそう、イグロさん、2階の最前列もハマります。そうですね。それもまた行ってみたいところではありますね。黒帯さん、エリアを越境していくので利便性はいまいち、 BS なら問題ないでしょうけど、そう、チャンネル多分つどつど変わっていくと思います。なのでその都度自分の見たいテレビ番組をチャンネル追っかけないといけないというところがあるかと思います。で、これですね、プレミアム昼特急号東京駅行き4東京、このプレミアム感を出したいためにこの1階席のこのシートが背景に書かれております。トマトさん、昼は特に見る番組もないので暇だったら写真いじくってた方がいい結構ハマってらっしゃいますよね最近ね。チンピンドウさん、プレミアムエコドリームはガレー線専用ですまあそうですよね。はい。それでですね、じゃあ、一人掛けできるのは分かったと。じゃあ、通路挟んだ向かい側とのプライバシーはどうなのって言うとこんな感じ。もう完全にこれ、夜行バスの、それです。はい。もう見ての通りです。今、10名の皆様ご覧いただいてるかと思いますが、鉄道談話クラブのくせになんでバスの話題やってんのっていう、話もあろうかと思いますが、要は東京に行く交通手段として鉄道以外を使いました、その居心地はどうだったのっていう話を前説としてやっております。まあ、多分夜10時台に入ったらそこそこ人集まってくると思いますので、まあ、そうなりましたら今日の本題に入っていきたいと思います。そうですね、黒部さん、この手のシートはどうでしょう、軍団も沸き立ったはず、ノクタン号弘前行きのスーパーシート。そうですね、これだったら
ミスタさんとか大泉くんとかも文句言わないんじゃないかなと思いますけども。ザカさん、京阪特急淀屋橋駅からこんばんはということでありがとうございます。天一と、あと、五山の送り火堪能いただけましたでしょうか。それとは関係なく、毎週おなじみのことをやってる鉄道談話クラブでございます。今日は、とりあえず人が集まってくるまでは、まあそうですね、20人ぐらいになるまでは、7月25日、東京に行く往路のルートのご紹介をしております。まあ、こんな感じで、もう完全に夜行バス同様の、もうカーテンが引けてしまうという。で、まあ、前後左右の席とのプライバシーはこうやって守られると。そして、そうですね、黒帯さん。徳島発の最強シート、海部観光マイフローラ。これもなんか一回乗ってみたい気はするんですけど。ということで、まあ、人によってはですね、その自分が乗りたい路線であるとか、そういうところまで車で行って、乗るだけ乗って、あとは多分車で撮影スポットを探して撮影したりとか、まあ、いろんな楽しみ方ありますからね。鉄道が好きで趣味だから、鉄道を縛りにする必要もないのかなという気も私はしております。で、費用安く上げるためだったら、バスも使うし、飛行機も使うというのが、まあ多分一般の消費者の、立場じゃないかなと思います。で、まあこんな感じで、プライバシーは、まあほぼきっちり守られるという形で、あ、7T 着用ということで、京都、大阪の、お嬢様方に、ぜひともアピールしていただきたいと思います。アイリンさん、ありがとうございます。こんばんはです。まず今日は、こうやって、プレミアム昼特急のお話をしております。キンハミ終わったんで、ぼちぼち移動してくるかと。了解です。だから、こういうこともやり放題。まあ、こういうこともっていうのは、この仕事ですけどね、今の私の、まあ、立ち上げつつある、動画の編集、まあ、撮影、それから配信お手伝い、ソーシャルメディアの活用法のアドバイスっていうあたりをお仕事にしていくつもりですので、まあ、こういったお仕事も社内でできちゃったりすると。トマトさん、変なこだわりは私もしませんね。いろいろ興味が出てきてる私。あ、いいじゃないですか。ね。まあ、これも人によると思うんですよね。定番の移動手段とか、もうこれじゃなきゃ私は嫌だっていうこだわりとか、ある方はそれを使われるでしょうし、逆に私のようにいろんなものを試してみて、まあ、その中からベストのものが見つかればそれに固定しちゃおうみたいなタイプもいますんで、まあそうやってカーテンを仕切った中でこんなお仕事もできちゃったりするという。でですね、ちょっと目線を上に上げますと、座席番号貼り直してるんですね。で、私の今回東京に向かった時の座席が21で、であります。あれ、2列しかないのになんで D なの？っていうところなんですが、もともとはこの1階席っていうのは2人掛けシートだったように記憶しております。だから2人掛けシートが、何列あったんだろう？ 2 列か3列か。だから、全部で2、4、4、8、10人とか、それぐらいの定員1階席にあったような気がしますが、その1階席の2人掛けを取っ払って、
この一人掛けのシートをドンドンと置いちゃったというのがプレミアムドリーム1階席の正体ということになります。そういや昨日の某 IT ジャーナリストさんがキャスやってて Mac とかの話を熱心にしてたなと。戸松さん、ぜひおいでください。いつでもお待ちしております。本家、バスの家元金馬さん、ありがとうございます。CM はドラムラボ、そう、21を貼り付けてあるといったあたりがこのバスの元々の出自ですね。昔は2列シートがここにあったのよというあたりを伺える写真じゃないかなと思います。黒帯さん、まあそろそろ徳島バスも夜行バスの3列シートをテコ入れしてもらわないと、あれは地獄って。何をする、ギャー、5年前とさほど変わらないと。まあそうですね、あのツアーバスから、参入してきた新規参入組ですね、あのウィラーさんとか、あの辺もかなり豪華なバスがたくさん走ってるようですので、最初はそのウィラーの一番豪華なバージョンにしようかと思ったんですが、それよりもプレミアムドリームの方が安いと分かったので、こちらにした次第であります。あ、金馬さん、2階建ては国産はもうないですし、輸入もなかなか難しいので増えそうにないと。あー、そうか、そうですよね。確かにウィラーさんとか新規参入組で2階建てバスっていうのはほとんど見ませんもんね。そうか、そうなんですね。で、増えそうになく改造で延命するしかないと。あ、なるほど、そういった背景もあるということですね。はい、そしてふとさらに目線を変えてみると、天井にはこんなものがついてますと。右側のは分かりますよね。これ次止まりますボタン。で、左側のは何かっていうと、これ、多分、照明の調整の明かりだと思うんですけど、結局使い方よく分からず、使わずじまいでございました。はい。イグロさん、JR バス以外のバスもぼちぼちクレードルシートを導入していただきたい。そうですね。やっぱり、そのバスのね、バスのというかそのシートのプライバシーを守るっていう点でも、シートのグレードアップっていうのはもうこれから必須になってくるかなと思います。ダダさん、こんばんは、ありがとうございます。ただいま本ネタに入る前の前説をやっております。7月25日に京都から東京に向かった交通手段、プレミアム昼特急のお話をしております。今は確約4列か超豪華に2極化して中間の3列シートが一番最後まで売れ残る。そういうことか、なるほど。まあそうですよね、もう裾野が広がってきて、やっぱその消費、なんて市場の、なんてでしょう、二極化っていうのも、こういうバスの世界にも及んでるってことなんでしょうかね。で、奥の方に見える明かり、これが読書灯になります。で、ルートとしては、京都東インターから名神に乗りまして、その後、草津のジャンクションから新名神、それから東名阪、伊勢湾岸道、東名という順番に走ってまいります。新東名は走っておりません。で、その途中に見えたこれは、これ伊勢湾岸道かな、東名阪かな、どっちだろう。昔私の記憶では長島スパーランドと呼んでいた一帯でございます。チンピンドーさん、製造中止発表後に山盛り発注が入ったが置き去りにして製造をやめたエアロキング。なるほど。真ん中のグレードが、秋山さん、
真ん中のグレード3列がバブル期よりもサービスダウンしている面がありますね。音楽サービスはどうなんでしょう。個人的には私別にいらないと思ってるんですけど、自分の iPod、iPhone、ウォークマンなりそれ持ち込めばもうそれで十分かなという気もするんですけども、やっぱりニーズはあるんでしょうか。トマツさん、そうですよ、沼津通過しましたよ。ちゃんと沼津通過しましたというツイートもその場でさせていただきました。あ、伊勢湾岸道ですね。了解です。湾岸道の長島パーキングエリアあたりですね。で、私の記憶では長島スパーランドあたりを通過中。今は何という名前だったか忘れました。はい。浜尾てなさん、その話を今しようと思ってました。トマトさん、お待たせしました。はい、電源サービスございます。これ折りたたみテーブルのちょっと影に隠れちゃってですね、このコンセント見つけるのが遅れてしまったというよりも、この車内からコンセントないのかなってツイートしたら、どなただったかな、どなたかテーブルの下影にありますよっていうことを教えてもらって、あ、これかというふうにも安堵した瞬間でございます。で、それが多分伊勢湾岸道を通ってるタイミングだったかなと思います。金馬さん、まあ音楽は嗜好品なんでいいんですが、音楽に付帯して、ああそっか、ラジオやテレビ音声が聞けた、まあそういう意味では、こういうプレミアムシートだとテレビはとりあえず見れると。で、多分音声は備え付けのヘッドホンで聞く形になっておりました。目立たない場所にコンセント使われたくないのでって、まあどうなんでしょうね。そこまでの心理遠望が西日本 JR バスさんにあるかどうかは分かりません。まあただ積極的にアピールもしていないというのも事実でございます。ただそういうのがあるということは分かったので、次回からこれ使うときはもう積極的に京都出た瞬間から使いたいと思っております。クロービーさん、選択肢が少ないということでまだまだ徳島バスとしては安泰のようですが、繁忙期は500円だけ安い観光バス4列車を運用に入れてくるのは然とします。まあ稼ぎ時ということなんでしょうね。イグロさん、静岡県内のバス停の関係で新東名を経由しませんねと。ちなみに東海道昼特急だったら大阪から東名静岡の間でよく利用してました。なるほど。今はテレビすらない長距離高速バスもありますので、特に3列車でと。そうですね。で、ルートの関係ということで言いますと、この、プレミアム昼特急、それとプレミアムドリーム、どちらも途中の三ヶ日インター近くにある営業所で、ドライバーの交代があります。まあ、それということもあって、おそらくは、東名経由、新東名じゃなく、東名経由ということになってるんじゃないかと思います。で、もう電源も確保したし、ああ、だったらもう、やりたい放題だよねということで、福耳ラジオですね、これ。車内、東京移動中の車内から、おまけユースと、見ておりました。はい、もう一つ、これがですね、現在私が使っています クロッシーのルーターですね、 Wi-Fi ルーター L03E という機種でございます。でもうすでにですね、これ容量が1ギガ、3ギガ上限なんですね。もう一本実はドコモのスマホを持ってるんですけど、とりあえずは当面は活用する出番がないということで、寝かしてあります。なので、7ギガ
上限ではなくて3ギガ上限になるんですが、結局は私の運用の仕方だと全然3ギガでも問題ないということが、この旅でよく分かりました。でキャスやりながらつっても1日で1ギガ行くことってあんまりないですね。ユーストやりながら見ながらっていうことだとそれなりに容量使うんですけどね。金髪さん、三日日は国鉄時代から休憩所に使っていた場所ですね。今も JR 関東の営業所となっているそうなんですよ。なのでここで西日本 JR バスと JR 関東の運搬ドライバーさんが交代します。それでまあ昼特急なのでちゃんと交代した運転手さん、ドライバーさんがご挨拶をしてくださいます。でまあこの日乗ったお世話になったドライバーさんは西日本の方、結構おっちゃん風の方だったんですけど、JR 関東の JR 関東バスの運転手さんはそこそこ割とちゃんとしたっていうかキリッとした喋り方をする運転手さんでございました。そうですね、イグロさん、新東名だったら市内からのアクセスが極端に不便になりますねって。そうだから通過するだけだったら新東名でいいと思うんですけど、停留所がバスストップがありますので、さすがに東名通らざるを得ないというところは確かにあります。黒帯さん調べによりますと1日2時間のユーストモバイルで500メガちょっとだと思いますって。そうですね、それぐらいでまとまるかと思います。あ、そうですよ、アルポさんがいる RKK 静岡来たら SBS ラジオもよろしくって。はい、わかりました。キマさん、国鉄時代は静岡名古屋で交代していたんですが、 JR カゴに中間点の3日便になったと。あ、そっか、そうだったんですね。私が知ってるのは JR になってからの夜行バスだったので3日日という記憶があります。ということで、3日日で交代した直後ではありますが、すぐに浜名湖のインターで休憩という図であります。で隣に止まっているのは JR 東海バスの、これもプレミアムですかね多分で、タイヤの横でうずくまってるように見えるのが、これが JR 関東バスの運転手さん。毎回こうやって停車のたびに、といいますか休憩でどっか立ち寄るたびにこうやってタイヤのとこをこうやってカン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 と叩きながら点検をしてらした様子が非常に印象的でございました。キマさん、東から箱根越えたら SBS、西からも浜名湖見えたら SBS。 あ、そうなんですね。すいません、静岡無知でございます。申し訳ございません。はい、浜名湖のインターでうなぎパイを買ったんですね。さあどうでしょう。まあ、ちょっとその前に改めましてこのプレミアムドリーム号の全容ということで、まあ、ちょっと写真を撮っときました。これメロディーついてるんですよね、この東から箱根越えたら SBS と。まあこんな感じ。まあどこのメーカーかどこの車体使ってるかといった解説は金髪さんあたりにお任せいたします。静岡じゃ有名すぎる歌なんですね。で、隣に泊まっていた JR 東海バスの、エアロキングって書いてますね、これはね。これも確かプレミアム扱いだったような気がします。あ、なるほど、イグロさん昔清水にお住まいだったと。
三菱ふそうエアロキング東海な比較的新しい車でしょうねということで、静岡といえばこれ冷凍みかん、あの買いませんでしたけどね買いませんでしたけど、ちょっと久々に見たもので思わず手に取って1枚、取ってしまいました。あれですね、この国鉄とか JR の車販あるいは売店でこの冷凍みかんというのね、結構昔子供の頃よく食べた記憶があります。で、まあこれですね、誰だったかな、ピンクのカバさんだったかな、トイレの写真も撮っといてねというふうなリクエストがあったんで撮っときましたという階段下のスペースがこんな形でお手洗いになっております。で、うなぎパイではなくうなぎおにぎりを買いました夜のお弁当、夜のおにぎりというわけでもないでしょうけど、ああ暖房便座付きだったかな、あの結局一回もこの車中のトイレ使わなかったので、そこまで試せてませんとダダさん、冷凍みかん学校の給食で食べた、あ、学校の給食で冷凍みかんが出る、いいですね。 SBS マイホームセンターの歌はさらに有名で、いや、わかんないごめん、わかんない浜名湖サービスエリアで近鉄観光の経営で焼きたてパンはメロンパンじゃなくサンライズと、あ、そっかそっか、そうですよね、近鉄観光でしたよね。うなぎパイではなくうなぎおにぎり、実弾入りと、はいその通り実弾入りでございます。のんさんこんばんはです、ありがとうございます。バスのトイレ狭いですよね、そうなんですよ、だからなおのこと使う気しないんですよね。冷凍みかん冷凍みかん冷凍みかん4個入りって、これもメロディーあるんですよねきっと。じゃあ先ほどの冷凍みかん、まあこれ買って車内で食べるっつっても一人でちょっと4個はきついかなというのもちょっとやめた理由です。で、まあこちらうなぎおにぎりと菓子パンかなんかだったかな、それとお茶を買って再び、車中でお昼ご飯と掃除用の蛇口ひねらないようにつって、そうですね、狐ヶ崎ヤングランドの跡地はどこだっけ、ごめんなさい、わかんないわかりません。あ、近鉄の直営なんですね、なるほど、あの浜名湖のサービスエリア、浜名湖近鉄エクスレストランって書いてますね。2個ずつでレディーゴーですねって、やらないやらない、相手いないから相手いないからやりませんし、はい、まあそんなこんなで、さらに東へ向かうプレミアム昼特急でございますが、まあこんな感じで、これはどの辺かな、思わず海が見えたんで、海だやったみたいな気分で1枚撮りました。駅間さん、しかも浜名湖サービスエリアに鉄道グッズ店もあるニーズあるんでしょうかって、まあ多分お子さん家族連れは結構買っていくかもしれませんね。あ、そうですね、ゆいのあたりですね。チンピンドーさん、昼のお菓子しらすパイ、夜のお菓子うなぎパイ、真夜中のお菓子うなぎパイ VSOP と。あ、だからか、浜名湖サービスエリアにガタンゴトン、そのショップの名前ですね、ガタンゴトンという鉄道グッズを売ってるお店があると。ちょっと今度、チェックしておきます。で、
ここまで一度も光ることのなかった止まりますボタン、これが初めて点灯したのが確かどうだったかな、静岡でしたっけね、東名静岡だったと思いますけど、初めてこのランプが点灯しました。で、点灯しただけで写真撮るなよみたいな感じもしますが、もしかしたらこのまま東京近くまでみんな降りないのかなと思ってたら、こういう中間バスストップでの利用があるということをなんか改めて思い知った次第であります。浜松さん、浜松あたりのサービスエリアあたりにはピアノとか展示されてる山花の町、あ、そうですね、そう山花の町です。ガタンゴトンは鶴橋駅にもあります。夜行便で光ると緊急事態かもで放送が入ると、うん、ですよね。そういう状況じゃないとこれつくことってまあないですよね。それでさらに東へ向かってということで、ここで、うん、新東名、これは新東名かな、あの御殿場、裾野と御殿場の間だと思いますけどね、これが大阪静岡で一番安い交通機関は東海道昼特急、あ、そういうことか、あ、だから結構一定のニーズはあるっていうことですね。チンピンドーさん、浜松北のバス停から遠鉄自動車学校まで、自動車学校前まで徒歩5分程度と。ああ、だから浜松で降りても結構市内までアクセスは遠鉄に乗り換えればそれで OK という。だから割と使い出があるということなんですね、そうすると。そうですね。あ、御殿場の合流点。そうそうそう。そうです、そうです。この頃、嫁車が並走してたんだろうな。うん、そんな気がします。昼便は2時間ごとに休憩してくれるから嬉しい。そうなんですよ。だから、この後も足柄で一回休憩が。足柄だったかな？多分足柄だと思いますけど、休憩が入ってます。でぐんと飛びまして、なぜかこのレジャーホテルが見えてくると横浜町田インター近いんだなということを思い出してしまう私でございます。というのは長津田に住んでた時期が2年ほどありまして、そこの最寄りのインターとなると東名の横浜町田インターで、インターの近くには付き物ということで、静岡インターもすぐのところに静鉄バスのバス停があると、あ、だからそこで市内へのアクセスという点では便利ということなんですね。はい、目に良くない画像はさっさと飛ばして、で次に、止まりますランプがついたのがここ東名枝田。実はこの東名枝のバスストップ、私も使ったことがあります。何だったかな、そう、御殿場、仕事の関係で御殿場に2、3ヶ月、長期出張していたことがありまして、まあ、そこから長津田の自分家に帰るときに、小田急の御殿場の駅前、駅東口かな、そっから出る小田急の高速バスで帰ったことがあります。で、そこで降りる時のバス停で東名の枝田で降りた記憶があります。ただここからですね、田園都市線の枝田の駅まで歩いて何分ぐらいかな、5分ぐらいかな、ちょっとややこしいところに、道順がややこしかったかなという記憶がございます。なのでこの東名枝田とかこの先の、
どこだっけ、三茶じゃなくて、まあいいや、もう一箇所ぐらい、あ、洋画だ、そこにもこのバス停の案内するときはこの先混み合ってくる可能性があるので、車内で100円で、田園都市線に乗り換えられる切符出してますという案内放送が流れます。そうですね、のんさん、そうなんです。夜行で渋滞が見込まれるときは放送で乗り換えを促されます。向かいが丘だったかな、これは透明枝でございます。でここがあれですね、洋画の料金所。もうあれです、この時点で渋滞始まっておりました。で結局この渋滞がどこまでだったかな、渋谷あたりまで続いてたような気がします。でこちら、なんで信号機があるのという疑問はさておいて、ここどこでしょう。金髪さん、常磐道ルートでも八潮で下車してつくばエクスプレスへ乗り継ぎできるサービスがあります。そうですね、そういうサービスが結構広がってきております。ちなみにこの信号機は多分トンネル進入の、多分 OK、 あるいは多分真ん中の黄色は混み合ってるから注意なのかな。で右側の赤は多分事故とかなんかあるんで通行止めっていう意味なんでしょうか。あ、どこ以前に懐かしさを覚えた。なるほど。あそこですね。大橋ジャンクションです。で、この信号機のついてる側、右側の方に折れますと、中央環状線山手トンネルの方に入っていくことになります。私まだ山手トンネル通ったことないんですよね。走ったことないんですよ。いっぺん、今度東京行った時とか、レンタカー借りて、走ってやろうかなという気もいたしますが、浜尾寺さんは、平日や土曜だと八潮で降りると、あ、もうその先混んじゃってるからってことですね。そして大橋ジャンクションを過ぎ、これ渋谷の何タワーだったっけ、マークシティじゃないですね、こういうビルが見え、さらに渋谷警察署、これが見えてくると、あ、東京に来たな、戻ってきたなという感じが一層湧いてまいります。でさらにちょっと見づらいですが、六本木ヒルズ、そして最高級の国大好評プライムリッチということで、今日この配信終わったらこれ飲むつもりです。そして、若干見づらい、遠くて見づらいですが、東京タワー。珍品堂さん、京都深草のバス停、近鉄竹田のとこに移設してほしい。ああ、どうでしょう。京都深草って、京阪の富士の森が多分最寄りだと思うんですけど、あれもそんなに便利とは言えないし、京阪の富士の森だと各駅停車しか止まんないので、まあおっしゃる通り、近鉄武田のところに移しちゃってもいいかもしれないですね。金馬さん、知事よ、ですね、はい。浜尾寺さん、うちがよく利用する
水戸線、ひたちなか線は平日土曜だと浅草や上野駅を回って東京駅へ行くので、ああ、なるほど。そういう事情なんですね。ほら、来ましたよ。オケハンクラスターのイグロさんが許しまへんとおっしゃってます。そして、まあ、いきなり飛びますが、高速降りて、これがペニンシュラーですね。金髪さん、藤の森と武田の間ですね。確かにどちらかに寄せてもいい気もすると。大阪方面の速達を考えるなら京阪だし、京都での、交通機関の結節のことを考えると武田という気もするし、どうなんでしょうかね。まあ、京都市民としてはどうなのか、私としてはどっちでもいいです。はい。でも多分京都駅発着の便をどうせ選びますんで、どちらでも構いません。それで、終着東京駅、ファイナルデスティネーション東京ステーションで、この後ですね、某タンスの主の方が予告なしに私を嫁るというハプニングがありまして、ちょっと待て、聞いてねえよと。俺この後人と会う約束があるんで、ごめん、ちょっとお相手できないよっていうことでツイートしまして、本当にもうじゃあみたいに顔合わせるだけで終わりみたいな感じで、その場を、立ち去ったということでございます。そうですよ、黒帯さん、ぜひとも黒帯財閥のお金で次回の東京の宿泊先ペニンシュラよろしくお願いいたします。で迷惑とつり、その通りで、これですね、わざわざ関西に住んでるにもかかわらず決め入りスイカを買う、私は一体何なんだっていう感じもしますが、まあ、東京、まあ、関西に住んでる分にはイコカで全然構わないということと、イコカの方だと、あ、スマートイコカですね、スマートイコカの方だとホームページでウェブ上で乗車履歴が見れるというまあ、メリットはあったんですが、東京と京都を行き来する生活に今後持ってきて、私としてはやっぱりこちらの方を優先したいなと、まあ、スイカの方がやっぱ最強だろうなと思ってこちらにいたしました。あ、デザインが変わってるんですね、これ右上のところですかね。黒帯さん、さすがに姫式スイカ買ってない、そもそも徳島じゃローソンしか使えないと、まあ、こちら京都でございますので、基本的には大体どこの鉄道会社でも使えます。IC 乗車券ピタパイコカ対応のところであれば全然問題なく使えますし、まあ、あとこれスイカの場合ポイント貯めることもできるらしいですね。関西に住んでてどんだけポイント貯まるのかは分かんないですけども。さあ、そして、この日の、いわゆる密談ですね。お仕事上の密談は赤羽でございましたんで、その待ち合わせ場所に行く途中に見たものがこれ。この、なんて言うんでしょう。某伊藤洋華堂なんですけど、あ、ペンギン、あ、ちょっとごめんなさい、戻ります。ペンギンがこっち向いてるやん。ああ、そうですね、向いてますね。トマトさん、スイカポイントクラブ入ってますが駅で使ってないのでポイントないですうん、私も多分ポイントたまらない口だと思います。
まあ、ローソンの店員をパニクらせることもできそうですが、スイカでお買い物と。それだけ使ってるところ見たことないと。いうことで、赤羽のイトーヨーカ堂にこんなコーナーがありましたと。この、パチモン感、全開のこのクマモン。これどうでしょう、熊本の方、これご覧になったらどう思いますかね、これ。これもしかしたら、本場熊本よりも、在庫といいますか、品数多いような気がするんですが、どうなんでしょう。少なくとも関西のスーパーでここまで山積みされた熊も見たことありません。金髪さん。イコカが優位なのは関西のバスで使えるのと、広島だったかで使える点。あ、そうですね。肩乗り入れができますね。まあ、ちなみに、来年度、京都市営の京都市バスでも、IC 乗車券が使えるようになりますが、その時にスイカは使えるんでしょうか。まあ、その時の状況次第によっては、本気でくじを入れようと思ってます。黒帯さん、くまモン大量陳列。どこの熊本県内だって。いや、これ熊本県内でもこれはないと思いますよ、多分。もうちょっとまともなデザインのくまモンが並んでると思いますよ、熊本行くと。ノンさん、くまモン来たーと。この T シャツ着て熊本県内歩いてたら相当恥ずかしいと私思いますけど、どうなんでしょうか。あ、ダダさんは今日イコカ使って京王乗りましたという、私と逆のことをやってらっしゃる方がいらっしゃいますね。浜尾寺さん、鶴屋違いますよ。赤羽のイトーヨーカ堂でございます。熊本がいっぱいです。トマトさん、三島のヨーカ堂にも熊本特集組まれていたらしく、あ、じゃあ、ヨーカドー全体的に押してるんですね、こうやって。これすごいですね、この T シャツだけじゃなくて、短パンも売ってるという。上下おソロで買ってこれを市内、街中かっ歩した日にはどう見られるんでしょうか。ちゅうことで、結局その日の密談は、深夜2時まで続きまして、赤羽の駅前の居酒屋さんで深夜2時まで、まあ粘り倒してですね、語り合って、当然そんな時間に電車なんか走ってる、さすがの東京でも午前2時には電車走ってませんということで、赤羽から板橋経由で池袋タクシーで帰ってまいりました。で、今回の宿泊先が池袋駅西口にあります、こちら。黒帯さん、熊本市街地でもこれ上下で来たら白い目で見られますよって、そうでしょうね。そう思います。こんだけ広がっていれば熊本知ってるけど、熊本どこ、その可能性大です。琵琶湖知ってるけど滋賀県ってどこですかっていうのと同じジレンマに陥る可能性大でございます。で、こちらが今回の宿泊先。東急ステイ。いわゆる長期滞在型のホテルということになります。普通の東急インとか、そういったタイプではなく、ちょっと違った感じのホテルになりますが、中身はちょっとこの後。金髪さん、京都ね。関西のバス各社が IC 共通化に消極的ですし、いまだに私鉄系で導入していない K とか N とか、あ、N は入れるんですね。まあ、滋賀県に行けば、ほぼ全くごく一部を除いて、IC 乗車券とは縁のない県でございますんでね。あ、塩かけさん、こんばんはんよ。ありがとうございます。アイリンさん、昨日仮装盆踊りでクマムに演奏してる人いました。すごいですね。意味深なステイ。まあ、ステイっていうのが、まあ、そういった、例えば長期出張とか、そんな感じで、連泊前提の作り、といいますか、サービス内容になってます。チンピードさん、ありがとうございます。お高いんでしょ？
1泊7,400円でございました。これお食事、朝の食事代、バイキング月で7,400円、あ、7,200円か。なので、素泊まりになりますと6700円なので、7000円ぐらいで、1泊7000円以内で、さあどんな部屋に泊まれるのかという話ですが、こんな部屋に泊まれます。ドン。あの枕とかが、並べて置いてあるのはあまり深い意味ありません。多分これは、ツインダブルのシングルユースという形なので、枕が単に2つ置かれてるだけということで、正真正銘この日は私一人でこの部屋に泊まっております。ね、そうですよね、黒帯さん、東京ならまずまずのコストパフォーマンスということで、あの安いところを探せば他にもいくらでもあります。5000円台で泊まれる、ホテルとか、まあ、あるんですけど、池袋っていうところを、まあ、今回拠点にしたので、まあ、そこからそこ縛りで、はい、選んでみました。まあ、部屋は、部屋とベッドはダブルなんですけど、ちゃんとシングル料金です。6,700円、ダブルベッドに腰枕っていうことで、あ、プラレルさんありがとうございます、こんばんはです。で、なぜかそのガウンも2着あるというまあここら辺の、シングルユースでこの部屋使うにもかかわらず、枕2個、ガウン2個、2着置かれてるっていうあたりが、多分サービスちょっとお安くなってるゆえんかもしれません。まあバストイレは普通ですね。ただちょっと普通のユニットバスよりは広めです。普通のというか、ビジネスホテルにありがちなユニットバスよりは若干広めに、ゆったりとした感じで使うことができます。ただもうちょっとこのウォシュレット関係はもうちょっといい機種を使えばいいのになと思ったりもしましたけどね。チンピンドーさん、私はいつも西鉄院蒲田にもかポイントもたまりますと、ね、やっぱりそういう常宿っていうのは、ね、やはりお持ちの方いらっしゃいますよね。そしてこれ、あ、そうだ、金髪さんの一つ、あ、忘れた、もはや熊本離れちゃってるし、いずれ某キャラクター会社に買われちゃったりして、タマニュータウンタマニュータウンあたりで、フロア広めですね、某横インに比べればって何よって。そしてこれですよ、このあたりが長期滞在者向け、東急ステイという名前のゆえんです。そう、ウィークリーマンション的な使い方ができるっていうことで、電子レンジと全自動洗濯乾燥機、あ、風呂が最強、なるほど、ちょっとまた後で調べてみよう。確かに出張の時のホテル選びで、お風呂よ、大浴場というのを結構重視される方っていらっしゃいますね。そう、洗濯機と電子レンジまで、そう、これがついて6,700円、これはいいと。まあ某インクスの無電源タイプよりはマシと。ブドウさんありがとうございます、こんばんはです。もうそろそろ本題に入ろうかと思います。とりあえず1時間、人がそこそこ集まってくるまでは、この間の東京行きの1日目の様子を順次写真を見ながらお話をしております。ね、そうですよね、キマさん。洗濯機と電子レンジはいいですねって、そう。この洗濯機は本当ありがたかった。2日目かな、うん、2日目ですね。の夜に、もう洗濯物といいますか、着替え、洗濯物全部これ突っ込んで、洗濯機回して、乾燥までやらして、で、翌朝起きて、
洗濯物畳んでお家帰りましたから だから家帰って、洗濯機いきなり回すということが、まあ、なかったという、なかなかありがたい装備でございます。あ、そうか、西鉄院は大浴場が売り。あ、それいいな。あとどこだっけな、私が昔乗り鉄で泊まったホテルでルートインだったかな、どこだ、輪島じゃなくて輪島、七尾か、七尾のルートインに泊まった時にも確かそういった大浴場あったような気がします。そう、洗濯機ありはいいですね。そう、荷物が減らせる、着替えを減らせるっていうのは結構メリット大でございます。で、洗剤は廊下で1回分がパックで売ってる。これタダで、もちろん持ち込んでもいいですし、いいんですけど、1回分、2回分ぐらいだったら、廊下に置いてあります。タダで使えます。キンバさん、西鉄院かま、博多は泊まりましたが、良かったですね。トレインビュー&バスビューと。あれか、サイバさんがずっと前にキャスやられてたあそこですかね。ということで、1日目の夜は深夜3時に寝て、翌朝8、寝たのが3時ぐらいかな。で、起きたのが朝8時ぐらいでしたので、ちょっと睡眠時間足りないかなという状態で2日目がスタートしたという状況でございました。ルートインは人工温泉が売り、道民インは一部ですが天然温泉が売りと。ありがとうございます。さあ、ということで時刻が10時17分と、そこそこいい時間にもなってまいりましたので、いよいよこの本題いきたいと思います。ちょっと字幕が追いついてませんけど、すいませんね、お待たせいたしました。やっと鉄道談話クラブらしいネタに入りたいと思います。要塞、蒲田要塞こと京急蒲田駅の全貌、それから京急お得意のあれですね、いろんな早業をご紹介したいと思います。京急クラスターの皆様、出番でございます。いろいろと私、京急、そんなに詳しいわけではないので、いろいろと情報をいただければと思っております。黒部さん、グランフロント大阪のインターコンチネンタルホテルの長期プラン1泊で、東急ステイ8泊。そうですね。そういうもんです。西鉄院蒲田は、風呂トイレが別、風呂には洗い場がある。あ、いいな。それはまた別の意味でいいです。全然関係ない話ですけど、私が今の部屋選ぶときと言いますか、部屋借りるときの選択基準がバス、トイレ、風呂別、これ必須です。で、さらに、洗濯機置き場が部屋の中にある、これも必須ということになると、大体借りられる部屋っていうのが限られてくるんですね。だから、まあこういう部屋にどうしてもなってしまうというところであります。そうですね、坂さん同行なら最強でしょというあたりを今週も感じていただけるかと思います。金馬さん、熊本だと RKK のお隣さん、あれアパホテルですよねという方も多いですが、交通センター前の道民院の方がいいと思いますと。私は東横院にしました。2年前の4月なんで、そろそろもう一回九州行かなきゃと思うんですが、ちょっとここからしばらくは東京へ行く用事を作ったりであるとか、あといろんなものに設備投資といいますか、お金かける、まあビジネスをの形を整えていくための投資にお金回さなきゃなので、ちょっと九州今年も無理かなという思いつつ、でもやっぱ行けるものなら行きたい九州。来月、私、誕生月でございますので、バースデー3日間の例の切符が使える月でございますので、
臨時収入といいますか、大金が手に入ったら行きたいと思います。さあ、それでは参りましょうか。まずは、蒲田要塞に行くまで、着くまでのところをご覧いただきたいと思います。動画は全部で24分15秒なんですけど、その前半部分、そう、九州にお客さん作ればいいんです。その通り。まあ多分それも来年かな。これからおいおい作っていきたいと思いますが、プラレルさんお客さんになっていただけますかとか。ユーストリームで商売の話しちゃいけないんですよね。はい。で、熊本は1回、イーグルさん、熊本は1回だけ乗り換えで降りただけで、それ以外は通過してばっかりと。ああ、目的地鹿児島なんですね。なるほど。武道さん、東横インは場所によって軽食サービスあったり、ポイントサービス、ああ、そうです。あります。えとか言って。まあ、ただ、私がやろうとしているお仕事は、プラレールさんがやられてもいいお仕事だと思うので。というか、そもそも私、プラレールさんが、家業を何か私、全然存じ上げていませんので、一遍、九州に行った時には、ちゃんと、別府に寄らせていただいて、お茶なり、食事なりできればと思っております。まあ、日本有数のバスターミナル、交通センターというアイテムが、ああ、そっか、金髪さん的にはね、そういうことですよね。じゃあ、参りましょうか。動画、まずは、下北沢を出て渋谷経由で、京急蒲田まで行きましたというあたりまでご紹介したいと思います。今日は新たにもう一人、新たな登場人物がございます。そちらの方もお楽しみに。だけどちょっと新宿行くのも臭い。はい、もう車中はいきなり渋谷到着直前でございます。そうです。そうです、そうです、キニバスさん、その通り。ご無沙汰しておりました。こんにちは。よかった、合流できました。はい、ゴスマニーさん合流でございます。はい、井の頭線でいいのかしら。今ちょっと拾うかどうかちょっと迷ったけど、はい、ここを拾わせていただきました。あ、レンガだ。結構レンガにこだわりますね、この講師陣は。そうですね、刀身並みの熱血講師。私のお昼ご飯はこちらでございます。ということで、なので、今回に関してはちょっと時系列が若干前後いたします。プラレールさん、そういうことあったんですね。井の頭線でいいのかしら。知らない。武藤さん、京急蒲田は環八と第一京浜の交差と京急線の踏切で渋滞の名所、その辺がどう変わったかも今日の、まあ、いわゆる見物でございます。ホテルでした新品川の入れ替えの様子。ああ、なるほど。で、これゴスマニーさんが多分怪獣くんと会話してるんだと思います。形成、まさかの形成パンダ。で、時間帯的にはこれお昼1時過ぎ、2時過ぎか2時ごろかな。いまだにこの時点でバッテリー変えておりません。歌わない2100、そうですね、音ですね。
って東急名物半楽馬あ、井倉さんもお気に入りの2100黒帯さん、当日のソーシャル越しに見た私たちの心配事、柴山出るなよ。はい、ドレミファではございません。最近なかなか出会えなくなっておりますね、ドレミファには。この配線のこのうねうね具合といいますか、これもなかなか見どころ満載なんですけども、このドン付き今も800型が止まってるあたり、あれがいわゆる通称新品川駅で、今あのフェンス、ちょっと私のこの絵の下に直下に見えているちょっと小屋といいますか屋根ありますね、あそこが超新品川駅になった部分でございます。そして1500が収まった後、間髪入れずに800が出てくるという伊賀にもいて驚いた半楽馬あ、2100系の制御装置更新もあと1編成あ、じゃあもう間もなくあの2100からは絶滅ということになるわけですね。そうですね、黒帯さん、ドレミファを絶滅危惧種、アイミーブとかリーフのインバータウンに、確かプリウスの社外オプションで好きな音に変えれるというやつを聞いたことがあります。あ、プラレールさん、ATS が無粋なものに変わったから路面電車チックな入れ替えのキレがなくなりました。キレなんですね。そして、アーバンフライヤーが走ってきます。消える前にドイツ国歌をさあ、この、銀の一線が左側の引き上げ線、新品川の左側の引き上げ線に入っていくんですが、このまたうねうねとした動きがですね、ぶどうさん、いまだに800系普通に違和感、 D 急行だよなってなるほど。浜尾寺さんは C フライヤーに、チンピンドンさんもそうですね、はい、C フライヤーも走っております。さあ何が出てくるでしょうか。主任が出る幕じゃないようだねなんとまさかの海徳羽田空港行きがこれでやってまいりました。7268来たー。アーバンフライヤーはツイートレイン千葉でお世話になったモノレールな、そうですね、 C フライヤーでしたっけ。はい、北総車でございます。で、この海徳羽田空港行きが入線すると、もうすぐ直後にこの右側の1500が動き出す。ただこれも多分プラレールさん的にはキレがないという動きになるのかもしれません。低スペック解読長老の地位が北総にってで、まだこの時点では解読はホーム出ておりません。あ、怪獣君もこれ貴重って言ってたなと。あ、そうですね、言ってましたね。あ、フロリダ了解です。黒帯さん、ハマウテナさんもやっぱ昔から比べると反応が遅い。
で隣ね、これ600ですよね。これはこのまま泉岳寺の方に向かう電車だと思います。でちゃんとホームが開くまで待って入線をすると。なのでまあさっきのプラレールさんの1500遅いってね、寸前まで突っ込むのが京急クオリティというところなんでしょうが、さすがに昼間そこまではやってないと。そしてこの確定に乗るので慌てて早足で向かっております。坂さん走ってます。でみんな慌てて最後尾に座ります。なぜ最後尾に座ったのか、その理由は後ほど分かります。そうですね、蒲田止めなので4両ですね。この時点で800も追随してなきゃってそう、京急じゃねえと品川で京急蒲田駅に違和感、確かに。健介さん、1年ぶりに使ったケーキは大森海岸まででしたと。はい、ちょっとお茶目な皆さんでした。すごい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 、これ本当に動くんですか。本当に動いてる。そうそう、いいよ。カメラのレンズがデミノフィセルちゃんと動くようになるので、それが蒲田行きは大人の事情そうですね。はい、ということで、海徳の通過シーン、これはサメーズでいいのかな、2連発、まずはサメーズ右側のドヤ顔すいませんね、よっぽど嬉しかったんでしょうね。そしてこれが平和島で、浜手名さんおっしゃる通りで、折り返しの関係で蒲田止め普通車は4両で運転されます。で通過したからといってあんまり粘りすぎるとどうなるか、そうすぐ発車するからということであんま粘ってちゃいけません。僕の2009年モデルブレブレ、まあ去年からソニーさんで出回り出した技術ですので、まあ、今度まあ買い替える、もしソニーでよろしいのであれば結構おすすめの技術だと思います。あの空間光学手ブレ補正、さあすでに蒲田の3階に来ておりますが、ホームに入ってますが一向に止まる気配を見せません。蒲田を通過する勢い、そうなんですよ。どこまで連れていく気だと。ようやくここでポイントが、はい、ここまでにしておきましょう。まずはここまで、京急蒲田の3階2番ホームに到着いたしました。ということでですね、そう、ホームを通過、そうなんですよ、そんな勢いなんですよね。ちょっとお待ちください。はい、そう、ホームを通過する勢いで、やっと8両分
とか12両分ですか、通過したところに分岐のポイントがあって、京急蒲田止まりの電車はそこに入ると。昔の北千住で東武がやってました。ああ、そっかそっか。ですね。ただ私、その昔の北千住知らないもので、この京急蒲田の完成予想図といいますか、配線図見てびっくりした覚えがあります。こんなこと京急やるんだって。どういう運用するんだろうかってすごい不思議だったんですが、これはこの後後半の動画でご覧いただきます。坂教授のご指導のもと、その辺は明らかになります。と、イグロさん、川崎横浜間の快特は乗っていて爽快感がありますね。あの緑の J を追撃するときは特にって。そうですね、トップスピードも違いますからね。今120出してんのかな、JR 東日本のあれって。まあ京浜東北はそこまで出さないと思いますけど、東海道線とか、あと横須賀線、あの人たちは別に120出してもいいような気がするんですけど。あ、マーテナさん、さあここからちょっとしたマラソン大会が、この後ご覧いただきましょう。似たようなホーム構成は南海の浜寺公園駅にも、あったような気がする。あー、確かにそうかも。チンピンドーさん、あの時の朝ラッシュの北千住はえげつなかった。あ、地上しかなかった頃ってことでしょうかね。今みたいな、まあ、ある意味北千住要塞、北千住ベースと言ってもいいかもしれない。今の北千住駅から想像できない。そうそうですね、思い出しましたね。あの北千住の駅っていうか、この鉄道の初期の初期、東京のこういった巨大ターミナル駅を取り上げて、なんかいちいち解説をしてという企画をなんかやったことがあって、その中で北千住もやりましたね、そういえば。っていうか、その頃から見てくださってる方がどれぐらいいるのか分かりませんが。武藤さん、京急蒲田駅はちゃんと番線振ってもらってるけど、東武北千住駅には予備ホームはなかった気がする。あ、なるほど。京急蒲田の場合は上3つ下3つで、全部で6番線まで、6番ホームまでございます。一応動画の中での表記は番線ではなくて何番ホームという形で、統一をさせてもいただきました。JR 回復運転なら120キロは結構いきます。あ、湘南新宿は120と。ガキがホームから線路に、まあそれぐらい、なんというか、あのバス停的な雰囲気だったんでしょうか。なんともその北千住のその時代は私知らないので、なんともあれですけれども。で、私ずっとカメラ回しっぱなしでしたので、写真は撮れておりません。はい。なので、この後のソーシャルストリームの盛り上がりがなければ、もういきなり後半の動画、まあ、流しちゃおうかなという、勢いなんですけれども、まあ、ただあれですね、後からザカさんおっしゃったのかな、あの京急の乗り方、お作法というので、通過列車が、行ってしまったらもうすぐに車内に戻れというのは一つのお作法という、いうことは後から聞きました。座賀教授はですね、今多分大阪の方へ京阪電車で移動中だと思います。チンピ堂さん、朝ラッシュお立ち台の駅員がありえないような体勢で立っていた。ありえない体勢、こんなんとか、こんな感じ、どんな感じなんでしょうね。ありえない体勢、それぐらい人がいっぱいだったっていうことなんでしょうかね。まあ、それぐらいもう、駅を通過したら間髪入れずに、退避していた
電車も出発するということなので、そんなのんびりと通過シーンを撮ってる暇はない。もうある程度ホームを通過列車が通り過ぎたらすぐ車内に戻れというのが、まあ京急のお作法かなという一つ学んだことでございました。プロ乗客がいる路線沿線の一つそうですね、プロ乗客がプロという、いわゆる一時計が発動されても全然慌てない乗客がプロという、いうことでしょうか。武藤さん、京急蒲田工事夜間は複線ではなく単線並列なので右側通行が多いと。そうですね、あの空港線の方ですね、あの工事夜までの。そうなんですよ、だからあそこ行くとなかなか面白い光景が撮れたりします。文庫なら通過列車は待ちませんって、ああそっか、ああですね、ああちょっと待ってよ、金沢文庫ってどういう配線だったっけ、複複線になってたんだっけ、三線だっけ、まあ、結局その京急とこの日お付き合いしたのが4時間ぐらいだったんですが、その4時間の中でも結構いろんな濃い、部分を堪能できたかなと思ってます。はい、でそれこそ京急全線を堪能し尽くしたら一体自分はどうなっちゃうんだろうといういやこれは大変な相手だなというふうには思いました。あと文庫はかなり複雑、あ文庫八景は複々線、あだから待てずに行けるということですね。で、あ武藤さんからも、文庫八景は複々線だったと。あ新町あたりも三線、いやこれはなんかなかなか、たかだか泉岳寺品川から京急蒲田の間だけでこれだけ話つなげるんですから、この先川崎横浜なんて行った日にはもう多分一周では済まないんじゃないかという、なんかそんな気がしてきました。実に奥が深い京急、その本当の触りとして今日は京急蒲田要塞、これこの後の動画後半部分が実際の蒲田の駅、蒲田要塞の、はい、実際の姿に迫ってまいります。新町から小安が上り2線の3線区間、あなるほど、これはもう本当に朝ラッシュ対策ということでしょうねきっと。文庫八景は複々線風に、実は早朝深夜は複々線を利用して車両留置をやってますと。ああなるほど、はい、いろいろネタが出てまいりますイグロさん、京阪クラスターのイグロさん、京阪と並んで物好きが多い京急そうですね、なんか阪、あ違うわ、京阪と阪神を、何でしょう、阪神の線路に京阪の車両を乗っけて走らせると京急になるみたいな、どうなんでしょうね、なんかその2つの会社の魅力が合わさったのが京急という感じもしますね。現在23名の皆様にご覧いただいております。今日は下の字幕に流れております通り、メインは蒲田要塞こと京急蒲田駅でございます。それはこの後の動画でご覧いただきますが、ここまで、京急のいわゆるプロ乗客になるための、まあ、第一歩の部分をご紹介いたしました。まあ、あるいは毎回おなじみのもう一回流そうかな、やってもいいんですけどね。浜尾寺さん、新町小安は日中で、あ日中でも使ってるんですね、その2線、別に朝だけのためではなく日中でも2線使ってるんだ。ぶどうさん、
文庫八景にしろ新町小安にしろ、あ、車庫線からの転用、あ、なるほど、そうですね、確かにそうだ。その桶飯グッズを京急百貨店に買いに行くという手伝いだからやっぱり相通じるところはあるんでしょうね、京急さんと、あの京阪って、京阪さんって、そういうところでもなんかつながりっていうのはあるんでしょうね。あ、坂教授、お待ちしておりました、宿に到着、こんばんは、ということで、今日の宿はどちらでございましょうか教授が来ましたのでということで、どうしましょう、今日、どうしよう、もう一回最初から全部通しで流しても25分もないんで、あ、昨日と同じ場所ですね、了解です。じゃあまあ昨日と全部流しても25分なんで、じゃあちょっともう一回最初から言っていいですか、ゴスマニーさんが合流されるところから頭から流してもいいですか。あ、京阪と京急の幹部同士仲がいい、あ、やっぱりそうなんだ、やっぱそうでないとそういうことできないですよね。なんですとってちょっと前半もうすでに流しちゃったんですよ、京急蒲田に着くまでの部分一回全部流し、半分流しちゃったんで、どうしようかなと思ってるところです。かといって森口京阪百貨店には点点点点と、まあそこは小売業に対する両者のスタンスの違い、あ、それはあるかもしれませんが、金松さん、京急百貨店と京阪百貨店は後発同士というところ、まあ似た者同士っていうところは確かにあるようですね。ちなみに、今日のこの私の背景には新たにと言いますか、かつて実家から配信していた時に周りに置いてあった物が、ぼちぼちと復活してきております、ソフトバンクのお父さん、それから、チデジカオンちゃん、あとは、スイカペンギンですね、どちらもターミナルではなく中間駅に自社アパートを設置、そうですよね。まあ、強いて言えば京橋の京阪モール、まあ、中間駅っちゃ中間駅ですけど実質的なターミナルと言ってもいい京橋ぐらいかな。近所のスーパー代わりに森口京阪使ってますが何かねえ、やっぱ地元ですからね。不動産、森口京阪百貨店といえば鉄道部品コーナーが一時とんでもなく拡充されていた件、あ、なくな、今ないんだ、もったいない、やればいいんです、やればいいのに。ということで特に、反対意見はないようですが、意見はないようですが、せっかく坂教授お越しいただきましたので、ご着席いただきましたので、もう一回頭からいきたいと思います。動画、それを言うなら、そうそう、品川にも京急系のスーパーありますよね、ウィングありますよね。あ、おもちゃ売り場に少しだけ今残ってるというところですね。じゃあどっから行こうかな。まあ この辺から行こうかな。あ、了解、あ、わかりました。じゃあ行きましょう。のこのこ2002さんありがとうございます。しれっとモバイルからありがとうございます。じゃあですね、今日の動画はちょっと短めということもありまして、一応前半、下北沢渋谷から京急蒲田まで移動する様子を映したんですが、10時台動画流した後にお越しいただいた方もいらっしゃるということで、改めて最初から動画
今度は一気に最後まで24、5分流したいと思います。そして両社との自社規格のプラレールの種類が多い、いろいろ共通点がある、京急と京阪、今日は京急の特集でございます。まずは、流れとしては京急蒲田までの移動、そして京急蒲田駅内でのいろんな、実態、その辺を見ていただこうかと思っております。それでは改めて最初からご覧ください。だけどちょっと新宿行くのもうるさい。新宿行くんだったら汚さないな。新宿こちら小田急で行ってる。そうですね。ご無沙汰しておりました。こんにちは。よかった、よかった、ゴールできました。全然わかんなくて、はい、井の頭線でいいのかしら。今ちょっと拾うかどうかちょっと迷ったけど九州に対抗してあ、レンガだ。はい、そうですね、渋そば。すみのりさんありがとうございます。大阪駅からということで、じゃあ帰りの電車へ、乗りながらということですね。さすがプラレールさん、長手積み通風レンガ装飾すいません、今週も茶番1個入っちゃいました。ああなるほど。ゴスマニーさんの心の叫びでございました。たまるがたまるな、京急パンダ、京成パンダね。あ、そうです、あの不動産ありますよね、新橋にも京急ウィングがあります。地下街という形だったかと思います。有鉄おまけ定番の京成パンダということで、そういえば今日その京成パンダに化ける方は今ソーシャルストリームでいらっしゃらないんですよね。そうですね、もうなんかもう本当ご一行様的雰囲気になっております。ちょっとこの辺りはあのいわゆる新品川駅を軸として電車の入れ替わり立ち替わりのシーンをご覧いただきます。あ、すみのりさんは大阪駅、ザカさんは難波、北と南に分かれてご覧いただいております。ここで言うのもなんですが、もう五山の送り火はとっくに終わったんですよね。浜アテナさん了解しました。まあこの辺のなんて言うんでしょう、間というのが
通の、うん、普通の鉄道会社見てる分には結構間髪入れず来るじゃんと思うんですが、京急ヘビーユーザーからするとなんだこれダラッと走りやがってみたいな印象になるっていうところが、まあ、ある意味面白いギャップだと思います。江坂さん終わったので帰ってきました。奇跡的というか、あ、特急で座って帰ってこれました。いいですね、素晴らしい。のこのこ2003、じゃあ京都はオイラで。プラレルさん、新品川を通るなら引きの絵でホーム側の出入りも入るようにすると面白い。そうですね、まあ、いろんな形試してますんで。すみのりさん、あ、明日サザンですか。あー、なるほど。あ、噂をすれば常磐特快さん、ありがとうございます。先ほどあの京急パンダが登場してきたんで、あ、そういえば常磐さん今日どうしたのかなと話をしていたところでした。現在動画実は2回目でございます。これあの途中まで京急蒲田の部分まで一度再生したんですが、改めて頭から、講師のお二人が揃われたということで、頭から流しております。のこのこさん、京急といえばこの間新津市から京急栗浜まで乗りました。あ、なるほどなるほど。あ、先ほどまで親戚と食事をしておりました。あ、なるほど。これは貴重だそうであります。怪獣くんも貴重だと言っていた北総車、しかもかなり古株の北総車。坂さん、今日は1日 7T 起きていました。送り火も 7T へということで。さあ、噂になったんでしょうか、 7T は。あの T シャツかわいいとか。ちょっとさっきよりは間を置かずにこの1500がやってまいります。あ、芝フライヤーあ、一応シャツを羽織っていましたので、なるほど、了解です。イーグルさん、ラジオデスマスのマサヤンさんも、あ、神戸のサザンに行く。おお、すごい気合入ってる。やっぱ5年ぶりの復活っていうことですからね。そう、ジョーバーさん、まあ、私もひっきりなしでやってくると感じたんですけど、やっぱプロの乗客の、しかも過去の景気を知ってる方からするとこれでもぬるいそうでございます。だから昔でしたらもう本当に先発のさっきの北総の電車の直前ベタベタのところまでこの1500入ってきたんだけどっていう話ですね。武藤さん、京成3300が全廃になる可能性があるので北総 7268F が最後の京成構成車になりそうだ。あー、なるほどね。そういう意味でも歴史的にも意味があると。プラレルさん、確かにぬるくなったな。ノンさん、鉄な私は明日サザンって言われて何回でイベントあったっけなって考えた。いやいやいや、ありだと思います。イグロさん、名鉄名古屋より緩く感じてしまうのは私だけかどうか。どうでしょう。確かにあの名鉄名古屋もね、あれもすごいものがあります。品川で増結場面とかもそれやろうと思ったら多分1日品川駅にいないとダメですね。はい、団体様が乗車しました。あ、坂さん今日サザンプレミアムに乗った。いいですね。
こういう常磐さん見れるのはなかなか珍しいような気もするんですが。すごい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 。これ本当に動くんです。本当に動いてます。そうそう。私のドヤ顔が見えます。カメラのレンズがエビの補正ちゃんと動くやつ。のこのこさん、この間乗った時は合うやつでした。すごい。はい、快徳通過2連発をご覧いただきます。あ、確かに名鉄も間髪入れずに来る。しかもそれを対比線なしでやりますからね。で、そう、怪獣くんと一緒にマックワイさんも結構ギャーとかやってらっしゃいましたよね。素ですっていいと思います。はい、プロの乗客だったらもう車内に戻ってなきゃいけませんが、素人なので粘っちゃいました。今12両快徳特急何本ぐらいありましたっけって私には分かりません。プロ乗客の皆様、フォローお願いいたします。赤い電車の会社は略。あ、そういえば某有鉄局さんのあの方は赤い電車大好きの方でしたよね。実は京急は素人です。常磐さん、プロへの道はなんか長そうな気がしてきました、この4時間だけでも。でも何でしょうね、まあ逆に言えばこの4時間だけでもかなり私としては楽しめたので、奥が深いな京急って思いました。はい、そうですよ、ステディカムは使っておりません。あ、すみのりさんのやつちょっともう一つ飛ばしてた。実は今晩もライブ参加してたんですが終電時間切れで途中退席。うわ残念。はい、こっからが、初出しになります。で、このシーンが下手するとマラソンになるシーンです。金松さん、今年はいつになく京急に乗った年のような気がするほどのライトユーザーです。元プロです。6年前に引退なんですね。江坂さん、京急は中木で横浜戸部のみ通勤で使っている人、一応現役のプロと言いますね。はい、ここで1番と3番ホームで緩急接続が行われます。まあ、緩急接続というか救急接続ですかね。階級と階徳と急行の接続なので救急接続ということかもしれませんね。常磐東海さん、今日京急乗っていたのは蒲田爆睡だ、残念。のこのこさん、蒲田要塞やなマジでって、でしょ、この時点でも結構思うでしょ。プラレールさんは11年前にプロ引退。だからまあその今回の映像でのやっぱりそのギャップというのは逆に感じていただけるんじゃないかと思います。なるほど。これもっと住宅公団、都市公団かの車両ですよね。北総の車両ですよね。はい、横浜上大岡神奈川県港神奈川県横浜中央堀之内の住人とあります。そこに着いた時点ではほとんど乗り換えの客はもう後ろに乗ってるんで、
これだけの距離だって実際さっき遅れたんですけど、本来1分連絡でもなんとか間に合うと。で仮に乗り遅れた人がいても、あのその2分後にすぐ1番線からあの新津市行きの急行が出たんですけれど、それは上岡まで先行くんで、あの横浜まで急ぐ人も一応あの乗り遅れた人も救済できる、そのみたいな企業がちゃんとなっているんですね。素晴らしい。で基本的に日中は1番線から出る羽田空港行きっていうのはもう空港までノンストップ、はい、これは基本的に品川方面から来るんです、はい、で下の方面の4番線から羽田空港行く列車は横浜方面から来るんですよ。途中各駅止まりながら行くっていう、はい、そのパターンでちゃんと住み分けができています。はい、これですね、あの京急蒲田要塞名物2階か3階か、これ見ないと分かんないという。はい、そう、講談車なんですよね。今は1編成しかいない貴重なやつ。そしてこれ編集してる時に気がついたんですけど、そう、エアポート海徳が通過していきます。そうですね、あの千葉ニュータウン車両9000系今1編成しかおりません。講談車、いえいえ的確な解説。そうです、あの坂教授の現場力を本当に堪能した一日でございました。これはまさか。はい、そのまさかです。そうなんですよね、プラレルさん、列車パターンを動画で表現しようとすると結構難しい。そう、トラップがエア回が止まらない。多分40分に1本なので、実害としてはどうなのかっていう感じもしますけども、そうですね、名鉄太田川も同じような感じになります。そうですね、のこのこさん、はい、トップナンバー、ドルミファいただきました。そしてゴスマニーさんとはここでお別れになります。師匠さん着席した瞬間ドレミファ、おめでとうございます。そうなんですね、あのきしみ防止のために散水してます。あの電車が来る直前でああいう風に散水を始めます。でこうやって青と雪の海徳が先に出て、今ポイント切り替わりましたよね。ゴスマニー女王のお帰りロイヤルトレイン。これシャッター起動音が聞こえますが、写真撮ってるのはね、乗馬さん、そうですよね、これ改めて見てみるとすごいな、本当にすごいと思います。で一応この中の観察以上でございまして、今度は外から見てみましょう。外から要塞を見てみよう。しまったな、ちょっとタイトルの付け方間違えたな。そうです、カーブで水をまいているのは騒音きしみ音軽減のためになります。次は下の階、その次はこの階の、まあ、繰り返し。外から見た後はすいません、餃子ありません。もうこんな感じです。ジャンクションですね、この曲線美は。下から見てもこのすごいですし、すみのさん、何ですか、
この夜、マーサーな大濡れの薪なんですなってそうですね、1階の下を掘り込んだ、そういうことになりますね。あー、そっか、英国式のフラーの付け方、ね、ちょっと待て、今私が住んでるマンションはそうじゃないか。あ、不動産、私の知ってる京急蒲田駅なくなってる。まだかろうじて京城駅舎が残ってますけど、それも時期になくなると思います。あ、お帰りなさい、浜寺さん。で、ちょっとこの動画の中に入ってませんが、ダダさんおっしゃる通りで、反対側、西側は再開発でいろんな建物解体中でございました。あ、そういうことか、黒帯さん。この間は蒲田スルーでしたから、あ、大濡れってのはそういうことか。了解。そうなんですよね、隅田川の花火大会はゲリラ豪雨で中止になり、でも私はその間ライブハウスにいたので全く被害を受けなかったという。さあ、この行き来の仕方なかなか面白いですよ。そうですね、数年後淡路も似たような、数年後かな、10年ぐらいかかりそうな気もするんだけど、そうですね、淡路も似たような感じになります。で、ちょっとこぼれ話、ここで我々がここをやって談笑してますと、とあるおじさんが寄ってきまして、なんか珍しいの来るんですかって声かけられて、いや、あの電車こうやって雪かわの見てるだけなんですけどって、あっそうっていうスッと立ち去ってったという。あ、餃子激戦区は西側にあるということですね。昨日は諏訪の花火大会が中止、電車予期して大混乱だった。あ、ひどかったらしいですね。で、福知山、あの京都の福知山ではなんか露天で火事があったという。そうですね、これ自体が珍しい、そして一般人には良さが伝わらないし、日常の風景ですからね、あの地元の方にとっては。そう、もうこのいろんな会社の車両が同じ線路を行ったり来たり、そう、京成3400行きましたね。浜尾寺さん、確か蒲田駅、JR の蒲田駅と京急蒲田の相互利用のバスが100円。あ、そんなに安く行けるんですねGTR が走り抜けましたってダダさん見てなかった。あの実はスジャータトラックがあの通過するシーンも撮れてたんですけど、それはカットしました。さすがにやっぱ23時台後半に入りますとお客さん増えてまいります。そう、しかも立体単線並列という、だから同じ線路を、これはこの映像ですと羽田空港方面向かってますし、逆に蒲田方面に向かう電車もあるという。そう、上下段とも電車が行ったり来たり行ったり来たり、何気にすごい。そうなんですよね、このシーンなんかまさにそう。ということで、一応これが最後かな、電車としては。健介さん、入り組んだ感じがええの。プラレールさん、この様子をですね、14年前に蒲田の商店街でプラレールでやってみせた私と。おお、じゃあ今度やりませんか、プラレールで。千葉ニュータウン鉄道の新車、すごい、これは行ってみたいねえ。ということで、左の赤い帯のエスカレーターは3階まで直行、こちらは2階に向かうエスカレーターということで、以上投資で動画をご覧いただきました、ありがとうございます。30名の皆様にご覧いただいております。鉄道談話クラブ、先月の下旬東京に行った時の鉄活動の様子をご覧いただいております。今日のテーマ、蒲田要塞こと京急蒲田駅
それからあと、品川駅などのいわゆる京急の早業ですね、その辺をご覧いただきました。ところで山はいなかったですね。すごい、これ行ってみたいって現場にいたでしょっていう、あ、ボケだったんですね。動画サイトにプラレールで工事シミュレーションをしていたのがあった。あ、そうですか。塩かけさん、釜揚げ要塞釜揚げでしたら、製麺さんとか、そういった、そちらの方面に行かれた方がいいかもしれません。ザカさん、まだあの線路が攻略できてない。京急蒲田工事屋。あれだけの解説をしてくださったザカさんでもまだ攻略が完了していないという、ね、特にね、すごかったですよね。蒲田駅 構内 の、 あの緩急接続の様子も、見ててすごかったんですけど、やっぱりあれですよね、あの外から見た、じゃあ今30名ぐらいに増えたんで後半戦をもう一度。結局これで、通算2回同じ動画を流すことになります。塩掛さん、青鬼さんとのデート終わって、それ終わって今、南にいらっしゃるんですよね。ほんの10メートルシーサスの一部、なるほど、それはもう列車選んで乗るしかないという、工事駅からの、武藤さん、写真を見たところでは右側通行が定位の模様と、なるほど、ちょっと音小さめにします。たこやさん、こんばんは。蒲田ということで蒲田やっております。現在30名の皆様にご覧いただいております。途中から来た皆様のために、京急蒲田の部分をリピート再生しております。現在は京急蒲田の駅構内で緩急接続の様子をできる限りご覧いただいています。これですか。これはいいかも。これちょっと後で、チェックしておきます。たこやさん、このソーシャルストリームで会話するのお久しぶりのような気がするんですが、だからこれ、この緩急接続の様子を完全に収録しようと思うとカメラ2台ないと多分無理です。で、これが京急川崎の折り返し線まで行って改めて2階のホームに入るという。そうですね、お久しぶりですね。はい、定時なら蒲田止め普通車が到着後45秒後に快徳が来ます。そうなんだ、から1分程度、この後金坂さんの追加の解説がありますので。京急どうだ、アクロバティックだろう。ただ昔のプロ乗客の方の感覚からするとまだぬるいそうでございます。カメラ6台で時刻をきっちり合わせて同期演習カメラマン6人いるじゃないですか。さっきのザカさんのツイートの話はこのあたりです。
の横浜まで急ぐ人も一応あの乗り遅れた人も救済できる。ちゃんとね、これエースコンバットゼロのオープニングのマッドを作れるなんて。川崎のウルトラ C 時代がピーク、はい、うん、そうですね、はい、歩行ナウです。下のホームの、4番線から羽田空港行く列車は横浜方面から来るんですが、うん、途中各駅止まりで、あ、上下ホームの列車バランスって意外に面白い。ああ、そうかもしれないですね。これ多分面食らうと思います、初めて来た人は。常磐くんの、ああそうそうそう、塩掛さんごめんなさい、ゴスマニーさんという、ツイッターのネームゴスマニーさんという、まあ、いわゆる鉄な鉄ママさんでございます。空いている南地球庫を使うと快適。あ、そうですね、川崎で後部4両増結時代が懐かしいということで、まあ、その折り返し線を使う都合上、品川京急蒲田間の区間各駅停車、ちょっと黙りますね、もう一回行きます、ここはちょっと大事なところなので。あ、飛行機マークね、はい、あ、エアポート、そうそうそう、南行きのエアポート急行を使うと快適です。そうそうそう、あのホーム、下のホームかな、2階のホームかな、あのデパートの案内コーナーみたいなのがなきゃいかんの、こんな構造のおかげです。確かに。はい、ここはちょっと音的に大事なところなので私黙ります。ありがとうございました。ドレミファでございました。蒲田通過って、そうそう、エアポート快特ですね。翔さん、確かに横浜方面のエア級ガラガラですねと。上には上がいまして、私は交通経由ストリーマーの皆さんには構いませんで、いやいやいや、ってことでゴスマニーさんはここでお別れでございました。そうですね、地元民は京急蒲田では乗り換えませんと。横浜方面なら直通エア急乗るし、品川方面なら羽田駅乗りますしっていうことですね。プラレルさん、京急なら何でもやりますから、今後蒲田でもの増結とかもやるかも。やりかねない廃線、やれちゃう可能性、廃線ではありますね。ハッシュタグアマゾンで検索してみたって、なんじゃこれって。確か基本は蒲田では南エア級と ASH だから、海徳は接続しないようにしてるらしいと。グリーンライは芝、もっと運用を合理的にしようとすると、戦火を小竹向原の地下構造のようなものを工事や蒲田間に設置しなきゃならんですからね。それはそれで見てみたい。うん、確かにそこまでやるともっとすごい要塞になったと思いますけどね。あ、都営
あ、SH 快特というのは東映直通、あ、了解です。ビデオより連写して私って、そう、金髪さん撮られてましたよね。たこやさん、京急なら何でもやるが京成の車両がついていけないもの付き合わされる側はたまったもんじゃないというね。そうですね、これ本当にジャンクションですね、この直線日は。はい、現在30名前後、32名、33名の皆様にご覧いただいております。鉄道談話クラブ蒲田要塞の巻です。この動画はですね、 YouTube にアップ済みでございますが、この後24時0時に公開されます。で、後で URL 配信終了後に流しますので、改めてご覧いただければ幸いでございます。ということで、ちょっと遠ざかった場所から要塞の全体を見てみます。黒帯さん、京急川崎へ向かう機会多いので横浜方面、エアキューは結構使う人。まあ、そうですよね、これなんか高速道路のジャンクションに見えますよね、本当に下から見ると。そう、坂さん、そうなんですよ、この真下に列車を動かしながらこれだけのものを作ったというところがすごいところですよね。直上降下方式。そういうわけで空港線が乗り入れ車両だらけだった時代がですよね。 DK カーツさん、ありがとうございます。京急蒲田は下手に遠い喫茶があるせいで無駄に走らせるっていうのが、そう、ちょっと動画さっき流しましたけど、京急蒲田止まりなのに折り返しは京急川崎まで行かないとできないという。まあ、この辺の単線並列、この電車の動き、それから行き交う電車のバラエティ見てて本当に飽きません。これは浜尾テナさん、うちも最近は南野球を使うな、確実に座れるので、ただ深夜の、あ、深夜の南野球は混む。おう、さっき GTR が通ったって言われたんで、ちょっと道路を注目。あ、これか。あ、これですね。はいはい、わかりました。なので、あれですね、今ソーシャルストリームの皆様の反応を見てますと、何気に結構レアな車両とか、それをたくさん押さえてたんだなっていうことに気づかされます。ああ、ダダさん、よく言ってた飲み屋もなくなってしまった、そう、西口の話ですよね、それは。特に深夜の 6B エアキューはとんでもない。で、こうやって画像引っ張ってると下手に、さっき右に走っていた電車の線路今度左に走っていきますからね塩掛さん、あわわってぶどうさん、京成3500系は乗り入れてないのかな。うん、どうでしょう、どうなんでしょう、詳しい方教えてください。多分今ちょっとトランジットさせましたけど、間10秒ぐらいの間でこういう光景が撮れます。あ、3050は通りましたと。ぶどうさん、3500ではなくて3050、どっちをおっしゃってます。で、最後これ、あ、3500ね。これは確か怪獣くんが見つけて、あ、これはっていう感じで慌てて撮ったやつだと思います。
で、これもある意味京急蒲田名物、3階へ直行するエスカレーター、ちゃんとあのベルトの帯が色が違うという。そうですね、最後に通ったのは千葉ニュータウン鉄道の9200。あ、踏切区間単線時代ダイヤを踏襲してる感じと。そしてこのあと次週の話題になる東京メトロ1000系の追っかけに、まあ、向かうという、そういう巻きでございました。はい、いかがでございましたでしょうか。まあ、あのできた動画が24、5分とちょっと、まあ、長いというか、まあ、短いというか、そんな時間だったので、丸々2回、リピート再生という形で、ご覧いただきました。あ、ちょっと読み逃したツイートというかソーシャルストリームがあったので、彩香さん彩香一号さんですね。ありがとうございます。すいません、ちょっと、見逃してしまいました。そうですね、近鉄伏せのよう、うん、そうですね、形としては近鉄伏せに似てます。似てるんですが、近鉄伏せの場合だと、2つの線路が、こういう形で重なっていくわけ なんですけど、下の段が大阪線、上の段が奈良線っていうことで、路線別にフロアが分かれてるんですね、近鉄伏せの場合はね、ご存知だと思いますけど。で、京急蒲田の場合は、2つの線路、下りと上りっていうことでフロアが分かれています。下の段が品川方面上りで、上の段が川崎横浜方面下りっていうふうな、基本的にはそう分かれています。ただそこに、空港線に乗り入れ、あるいは空港、羽田空港からやってくる電車があって、それがそれぞれ品川方面に行く電車もあれば横浜方面に行く電車もあるっていうことで、ちょっと話がややこしくなってくる。まあ、逆に言えば、それを観察する側から見ると、それを見るのが面白いっていうんで、まあ京急蒲田駅を、まああるいは要塞という、まあそういう理由ゆえんの一つであります。まあ伏せですら迷うですよね。まだ下りといいますか、大阪から奈良へ行く電車に乗るのか、大阪から八尾とか、あっち方面ですね、大和八木とか、そっちに向かう電車乗る分にはまだいいんですけど、同じように京橋とか、鶴橋とか、上本町、難波へ行く電車乗るときに、どっちの階へ行きゃいいのって迷うことは確かにあります。ね、面白いですよね。うん、そういう見方すると。彩香さんキャッチアップできてからかな。プラレルさん、ケーキは1日がかりですね、行くならって。いや、本当にそう思いました。たかだか4、5時間でこれだけの濃密なネタが作れたぐらいですから、1日いたらどうなっちゃうんだろうっていうふうには思いました。DK カーツさん、個人的には京急蒲田品川の区間列車は無駄に人を走らせてる割には、数分後には普通が来るのでダイヤ的には不要だと現地を見て思いますと。そうですね、まあ、その辺もう毎年のように多分補正といいますか、ダイヤ修正とかガンガン入れてくるんじゃないかなという気はします。うん、でまあそれができた事情としては、武道さんおっしゃる通りで、
品川蒲田間の格上げした分の、まあ、普通列車の補充という意味があるんで、まあ仕方ないという部分もありますねと。ですね、まあ、常磐東海さんもそうですね、あのエア買いができた分の、まあ、保管という意味もありますと。で、高谷さん、形態的には伏せでしょうけど、カオスっぷりなら西大寺で、そうですね、西大寺は本当にどうなっちゃうんだろう、高架化できないと思うんですけどね。あ、それですと、あ、彩香さんおっしゃってます。イグロさん、今後できる地流要塞、あ、地流もそうだ、ありましたね。まあ、あとはあの今絶賛工事中の阪急の淡路駅、あれがどんな要塞になるか。坂さん、京急は横浜以南もいろいろと面白いと。いや、本当にそうするとあれですね、あの1日どころじゃない、2日3日かけてみっちり取材しないとなんか面白さって分かんなくて、じゃあそれを持って帰ってきて自分家で編集しだしたら、多分1ヶ月分の鉄断は京急で埋まっちゃうんじゃないかなという気がなんかしてきました。あ、のこのこさん帰宅了解です。金馬さん、大和西大寺は多分周辺道路をアンダーパスにするのが一番。まあそうですよね。あの線路を今からごちょごちょ動かすっていうのはまあ不可能だと思います。まあただ地下化したら下でなんか出てくるかもしれないのが奈良京都、何が出てきてもおかしくないというところはあります。あー、そっかですよね。イグロさん、西大寺は埋蔵文化財の関係で高架化は難しいでしょうと。DK カーズさんの解説、伏せは線路別にフロアが分かれていますですね。で、京急蒲田は方向別が基本で、横浜方面、羽田空港方面の列車は例外です。で、数年後に高架化される淡路が方向別にフロアが分かれますと。その頃、淡路が高架化になった時、鉄団まだやってたら絶対取材に行きます。はい。早朝の文庫の入れ替えとかすごく面白い。はい。そうですね。坂さん、蒲田止めの普通車はあくまでも平和島青物横丁の乗客を品川方面に運ぶための設定ですので、蒲田はあくまでも補佐と。群馬パス、スコップあれば大丈夫ね。いや、その分工事が止まるんですから。あの京都の地下鉄もあれできるのにえらい時間がかかったのと、お金がかかったのは埋蔵文化財の調査のためっていうところもあります。まあ、そこで出てきたもののごくごく一部が、烏丸御池駅のギャラリーに飾ってありますので、もし興味ある方ぜひ見に行かれてはいかがでございましょうか。対比設備も面白い、KHK、京浜急行。そうですね、坂さん、昨日2回も見に行ったなという。じゃあもしかしたらその辺の成果物を坂番組とはねで、見れるんでしょうかね。立体駅はミステリーハウス、まさにその通りです。で、普通の、立体駅だったら、ね、そんなにややこしい話にはならないんですけど、分岐が入りますんでね、伏線同士の分岐となると、それをどう処理するか、どう積み上げるかっていう話が、まあ、そこは各社いろんな思惑あるいはポリシーがあって面白いところではあります。あ、健介さん、来た、カラスマお池。カラスマお池ラブでしたよね、確かね。そう、掘れば何か出てくる京都なら。だから何でしょう。下手するとマンション一つ建てるのに埋蔵文化財の調査入る可能性ありますからね。怖いですよ京都は。金馬さん、大和西大寺を地下化すると平城宮もし
平城宮跡もしなきゃいけなくなり、さらにその発掘調査というと、だから全部広がるんですよ本当に。そういう意味ではどうでしょう、あの奈良の方がシビアじゃないですかね。京都はもういいだけ都市化といいますか、地下構造物もできてますので、いい加減あのそんなにシビアにはならなくなってると思うんですけど、奈良はまだまだいろいろあるんじゃないでしょうか。武道さん、 3.11 以前は川崎から文庫にも普通車の設定がありましたが、節電のためやめてしまったので、あ、品川蒲田の普通車もなくなってしまう、まあ可能性もなくはないですね。そうあ、ザカさん今日降りられたんですね、烏丸池。あー、なるほどね、とちょっとすいません、一人で納得してしまいました。イグロさん、調査発掘して重要な遺構や遺物が発見されたら、鉄道であっても候補変更や路線変更などの設計変更が必要となる。だから場合によっては一応線路とかそういうのは、建物は建てるんだけど、保存のための空間を残すみたいな、なんかそんなあの設計変更が入る場合はありますねタコヤさん、奈良はね、いろいろありますよね奈良、リニアは奈良市を迂回と、イエーイいや多分そんなところは多分、ルートとしては選定しないと思いますんで大丈夫だと思います。ということで、お送りしてまいりました今日の鉄道談話クラブでございますが、まだザカさんのツイートがありました。川崎文庫の普通車は昔急行があったのが廃止になった補填で運転されていましたが、南エア急、だから京急蒲田から南に川崎横浜方面に向かうエアポート急行が復活したので、普通車を10分間隔に戻しただけと。それで泣いてるのが何生むきいろいろと、そう、あの、あちらを立てればこちらが立たずっていうのが本当にダイヤの辛いところでございますよね。ダイヤ改正のたびに引きこもごもがございます。まあ、それで、私の知ってる例で一番悲惨だったのが、有楽町線に準急などというものを作ってしまったので、いわゆる昔は10分、10分じゃねえや、1時間に10本あった列車が一気に4本減らされた有楽町線、金目町線川という例がありまして、そこは豊島区の強力なプッシュ、まあ、あとプロ市民さんもいらっしゃったと思いますが、によって徐々に準急が減らされて、最終的に準急がなくなったという、そういう先例がございます。そう、黒歴史そういう黒歴史が、ね、あります。リニアの駅を高野原あたりに設置すればいいのにまあそんな感じになるんじゃないですかね。あとは関西学研都市をぶち抜くような感じになっちゃうんじゃないでしょうか。金馬さん、奈良は町外れを通過することになるでしょう、だと思います。あの JR 奈良駅の地下は絶対ありえないと思います。はい、あの有楽町線にもプロの乗客いらっしゃいますよ。はい、特に豊島区は結構多いと聞いております。坂さん、実際は3分7分間隔のバラバラ運転でしたが、ぴったり10分間隔になったので、まあ不便はそんなに感じないんじゃないかと。まあそういう意味で今いびつなダイヤになってるのは副都心線ですからねそれと小竹向原から西の和光市までの間とか、もう間隔 3分7分とか3分8分とか、いろいろ使いづらくなったやに聞いております。DK カーツさん、掘れば文化財のような面倒なものが出る場所は着工できないケースとして、近年工事が進められている近鉄奈良線の矢後の里から、ひょうたん山の高架工事でも、あーそっか、あそこもそうですか、なるほど、あそこもそういうことがあったんですね。うん、ですよね、実際奈良山とかがずっと候補、あの辺りになると思いますね。うん、で、塩かけさん、国鉄、ん？
準急を減らして急行にして、急行を減らして特急にして、特急、うん、そうですね、そういう歴史がありましたね。そうなると、あ、金馬さん、そうなると近鉄京阪那線が高野原に延伸という話も、うん、まあ、それもあり得るかと思います。なんかそれを見据えた、構造になっております、今のね、京阪那線の終点はね。うん、いびつな感覚といえば大阪東線もあります。武道さん、個人的に副都心線と有楽町線の有効列車は快速急行しかないと。副都心線のダイヤって実はもうあれなんですよね。できた当初から私もう分かってましたけど、つまりあれ、渋谷までの暫定開業の時点で分かってましたけど、あれもう完全に東横線ありきのダイヤをもうあの時点で組んでたんですよね。で、ですので、もうおそらく5社の間ではもう2008年だったかな、2008年ですよね、あの時点で直通前提のダイヤをもう組んでおいて、いざ本当につなげるとなった時はそんなに大規模修正が必要ないようなダイヤになってたんじゃないかと私は思ってます。まあ、ただその副都心線区間出た後の各社の都合っていうのは、それはもう各社の次第だと思いますけど、副都心線区間はもう東横線ありきのダイヤで、初めから組まれたと私は見ております。というところで、ソーシャルストリーム、そろそろ流れが落ち着いてきたかな。高野原に第三機乗車が、そうですよ、来るかもしれませんよ。そうですね、まあ健介さん、多分もう東横線ありきのダイヤだったと私は見ております。ザカさん、東急が入ると東急がわがまま言うんですよ、目黒線と三田線、南北線なんて、ああ何をするって。副都心一門、あ、福沢ありがとうございます。まあ、西武のダイヤに関しては見解分かれてますね。まあ、あれでいいんじゃないですかというトレームさんの見解もありますし、金橋さんのように割り送った地域の方にとっては、うん、ちょっとねっていう声もあるでしょうし、ちょっと先にブドウさん、所沢から上り列車見てると快速急行の方が急行準急より混んでますと、やっぱそうなりますよね。となると次のダイヤ改正で西武さん何をやるかっていうのがちょっと見えてくる気もいたします。まあ、今のところ大泉学園までの立体化が済むまではちょっといろいろとこちょこちょと手直しは、あ、逆、ごめんなさい、逆です。急行準急の方が快速急行より混んでるということですね。はい、まあ、いずれにしても微調整はもう随時入れてくる感じになるでしょうね、この動向を見て。DK カズさん、大阪東線は、大和路線の昼間のダイヤが15分間隔に揃ったので歪みなのはそれ以外の時間だけになりましたということですか。了解です。健介さん、練馬での確定同士の接続ができて富士見台は迷惑。ねえ、もう東武線、ああもう東急車が来たら素直に折り返して中華街行かせればいいんだよ。彩香さん、関東も乗り入れがすごいですが、地下鉄も第三機場と普通の架線では違いすぎますと。そうですね、大阪も地下鉄の乗り入れもかが、うんですね、そうですね。まあ大阪の地下鉄の場合は乗り入れを前提で作ったのは堺筋線だけですからね。あとは、うん、第三機場を、まあ、東西あるいは南北に伸ばしていったという、まあ、そういうことになりますからね。御堂筋線とあとは中央線か。
そう、限られてきますね。あ、乗り入れも限られるということですね。はい、了解です。そして川越線に言わせると、塩掛さん、東武さん大変そうですね。あ、今日も湘南新宿が遅れてる。まあいいや、西大宮で上りは3分交換待ちがあるからってあの、まあそういう余裕があると。金馬さん、東横線を全域10連化しない限りは解決に向かわない気がする。そうですね、運用が限られちゃいますからね。で、常磐東海さん、第三機場自体はトンネルを小さくするために採用したシステムですから、という割には大阪市営地下鉄の御堂筋線はあんなにでっかい駅を作っちゃってる。で、よっぽど四ツ橋線の駅空間の方が第三機場の駅というからしい、なんかちょっと小ささを感じるところがあります。あ、プラレルさんありがとうございました。市営モンロー主義をやってたから乗り入れは少ない。まあそうですね向こうは楽しそうだな、有楽町線利用者ってうん、ねえ、隠れた上皇寺院トップ10に大泉学園があるんで、確定を全部石神井公園折り返しにできない、そういう事情もありますと。インドネシア7000件を貸しててっていうのも絶対日本に返さないからねってあれはもう貸すというよりはもう差し上げたものということになっております。